はいえ。皆さん、こんにちは。えー、タドウで数学を担当してます、小松田と申します。よろしくお願いします。はい。ということで、今回は、えー、第6項三角形の重心、えー、重心についてですね、今回は見ていきたいと思います。では、まず重心の定義から確認します。えー、三角形の3本の中線は一定で交わる。まず、中線という言葉なんですけど、まあ、三角形の頂点と向かい合う辺の中点を結ぶ線分のことを言いまして、この頂点とこの向かい合う辺の この頂点で言えば、向かい合う辺の中点を結ぶ線分ですね。これですね。ここの頂点で言えば、この辺で、この線分ですし、ここの頂点からと、これの、この線分になりますと。で、その中線は、3本の中線は1点で交わると。こで、交わると。で、この中線の交点を三角形の重心と言いますと。あります。で、今回は、この三角形の3本の中線が、 まあこの1点で交わるっていうことをね、えー、まず示していきたいと思います。えー、まずは、このちょっとした、ね、証明をまあ一緒に辿ってね、えー、これからいきたいと思うので、それではえ証明ね、早速やっていきます。はい。というわけで、今回の証明にあたって、一応ね、中点連結定理を使いたいと思いますので、一応これね、中学の数学の復習になりますので、ちょっと簡単にね、確認します。 三角形 ABC の2辺 ABC の中点をそれぞれ MN とすると、ということで、ちょっとこの上に書いておくと、こうやって ABC の、えー、2辺 ABC の中点をそれぞれ MN とすると、こうやって MN とすると、次の関係が成り立つと。えっと、MN と BC が平行になりますね。ここが、 中点同士結ぶと、ここが平行になって、さらに、え比、ー、がですね、ここが2倍で、ここが1と。まあ比が1対2になるということですね。こ,この長さの2倍になってると。この長さの2倍になってるっていうね、えー、性質ですね。はい。あ、定理ね。えー、一度こちらの中点連結定理ね、復習になります。では一応今回ね、これを使って示していきたいと思うんですけど、 三角形 ABC において、辺 BCCAB の中点をそれぞれ LMN と置くということで、一応これ同じ三角形ですね。同じ三角形二つあって、ちょっと一回こっちの左の図でやっていきたいと思うんですけど、b c の中点と、ここの中点。これをそれぞれ LMN と置きますと。で、L と M はそれぞれ辺 BCAC の中点であるから、つまりここでね、中点連結定理が使えると。 これ今、この変いた三角形をこのままぐるって回転させると、こんな形になると思うんですけど、今これ中点同士を結んだ L と M 結んでるので、えー、こことここが平行で、かつ比が1対2になりますね。はい。ということがわかります。一応ここ平行で、なおかつ1対2になります。 で、その後何考えるかというと、えー、AG と、中線 AL と BM 考えると。ここで中線 AL と BM 考えると、で、ここのね、点を G と置くと、G と置きますと、え AG 対 GL が AB 対 ML って書いてますね。この AG 対 GL っていうのが、 AB 対 ML になると書いてます。これ何かっていうと、掃除を使ってますね。この三角形と、これが掃除になりますね。対頂角が等しくてで、平行線の錯角がこれ等しいと。ここが等しくて、ここも等しいですね。はい。ってことで、この三角形は、え三、ー、つの角全部等しいので、 掃除になります。で、そうすると、AG 対 GL は、えー、AB 対 ML っていうふうに言うことができますね。なので、えー、ここに書いてますね。AG 対 GL は AB 対 ML と言えるので、じゃあ2対1だね、ということで、ここの比が2対1であることが、わかります。はい。じゃあ次、えー、右上に行くと、 えー、中線 L と CN の交点を G' と置くと。えー、今度は、また、同じように L、N と置いて、えー、中線 L と CN の交点、これとこれの交点を、えー、今度は G' と置きますと。はいで。これ G' と置くと、え、同じようにして、 ま、同じようにしてっていうのは、つまり、ここにこうやって引いたときに、また、えー、この二つの三角形が相似になるので、まあ、中点連結定理ですね。で、ここが1対2なので、えー、左側の三角形で考えたことと同様に考えて、ここの比が2対1になります。ということをね、書いております。ここで、AG' 対 G'L は、 えー、AC 対 NL で2対1ですね。ってことは、えー、これ、まあ、同じことをやったんですけど、まあ、この G と G ダッシュに注目してほしいんですけど、この2つの G と G ダッシュは、えー、この AL っていうのを2対1に内分している点になります。ここに書いてあります。えー、G と G ダッシュはもにセム分 AL を2対1に内分する点であり、1 0分 AL を2対1に内分する点は1つしか存在しないから、書いてますね。 なので、これ同じ三角形なので、で、え、それ AL っていうのは同じですね。同じなので、そこを2対1に内分する点は1つしかないので、ってことは G と G ダッシュは一致します。ということですね。え、がって、え、この、この三角形とこれが、まあ、ぴったり重なるんですね。重なって、ではここの G ダッシュっていうのは G でもあるので、まずこちらの三角形に書き込むとすれば、え、ここの G ダッシュは G でもあります。と で、G っていうのは、この BG のね、えー、この B、中線、え、B から引いた中線上にこの G っていうのがあるので、つまり、こういう風にね、引けるということですね。この G ダッシュっていうのは G でもあるので、つまりは、この3本の、えー、中線は1点で、ね、交わることが言えたと、えー、いうことになります。これで、えー、証明はね、完了になります。はい、ということで、 で、あと一点補足ですね、えー。三角形の重心は3本の中線は2対1に内分するというのがこれ最後補足になるので、これも合わせて覚えておいてほしいんですけれども、まあ、今、えー、説明したこの図を使ってしまえば、まあ、ここ、ここの中線は2対1に内分されてますし、これはあの、この三角形とこの三角形相似なので、ここの紐2対1になります。ここではこの BM の、線分 BM も2対1に、 g は内分していると。g は内分、2対1に内分する点ですね。でさらにこっちで言えば、この cn っていうのは、ここを2対1に、ね、内分する点になっているので、つまりは、えー、重心っていうのは、えー、3本の中心を2対1に内分するよ、というのがわかります。ということで、これもね、合わせて覚えてください。それでは最後ですね、1台、えー、長さ求める問題を、えー、やりたいと思います。 はい。というわけで、じゃあこちらですね。問題を読んでみると、三角形 ABC において AB、AB=AC=3、BC=2 であると。で三角形 ABC の重心を G とするとき、AG の長さを求めるということで,で、これですね、三角形書いてみると、ま三角形は、AB と AC が3で、BC が2ですね。で三角形 ABC の重心を G とすると書いてます。 で重心ってことなので、えー、これ、中線をこれで引くと、これ二等辺三角形なんですね。二等辺三角形の場合って、この、中点に、こうやって下ろすと、これ90度になりますね。二等辺三角形の性質としてはこ90度で、えー、さらに、えー、ここ、 ま、角の二等分線にもなっていますと。ここ同じ角になってますね。まあ、二等辺三角形の性質としてね。えー、こういう性質があります。ということで、まあ、一応ここね、90度であることもわかります。ここ1ですね。1で、11で90度であることもわかります。はい。で、えー、中線の交点なんで、まあ、こちらからも一応、こうやって引くと、まあ、ここですね。ここが G になりますと。 で、えー、じゃあここの点をですね、H とか置いておきますね。はい。というわけで、じゃあ回答を作っていくと、えー、A から、まあこういうふうに H を取りますと。でそうすると、えー、これ、今直角三角形なので、AH の長さは三平方の定理で、 3の2乗引く1の2乗で、これ2ルート2ですね。なので、a h の長さ2ルート2になります。ここ2ルート2ですで。あと大事な性質としては、これ2対1に内分するっていう性質があったので、ここの比がこれ2対1になるので、ってことは、AG の長さは、 AG の長さは、えっと、3分の2倍の AH ですね。全体3、5分のうちの2つ分の AH と。で、AH の長さが2、2ルート2なので、これ代入して、答えが3分の4ルート2となります。はい。まあ、こんな感じですね。ということで、一応重心の性質としては、こう2対1に内分するっていうのと、 で、あとは、えー、この中線の交点が重心であるってこともね、えー、忘れないように、えー、してもらえればと思います。で、えー、まあ、他にもですね、外心とか内心とかね、動画上がってるかなと思いますので、それぞれ、例えば内心は、えー、まぁ、あ、角の二等分線の交点になってるとか、そこの辺ですね、あの、抜けやすいので、えー、しっかりね、あの、他の動画も見て復習してもらえればと思います。はい。というわけで、今回はこちらで以上になります。それではお疲れ様でした。 えー、今日解説した内容は、えー、自分で解けるようになるまで何度も何度も解き直してみてください。えー、それでは本日はお疲れ様でした。